キンプリ平野仕様、アイドル業の葛藤と王子様路線の真実。アイドルとしての葛藤。2023年5月22日、キングプリンスへのメンバーである平野仕様がグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退除すると発表された。これに伴い、平野が過去に語ったアイドル業に対する葛藤が再び注目を集めている。その一端を示す発言が、 ファンの間で物議を醸している。正直恥ずかしかった危機感を感じてましたという言葉が平野の王子様路線に対する真摯な心情を浮き彫りにしている。第1章王子様路線の始まり。キングプリンスへの CD デビュー当初、平野仕様は周囲から王子様として扱われることが多かった。 その王道的なアイドル路線は、グループがデビュー後も多くのファンを魅了し、一大ムーブメントを巻き起こした。特に、2018年にリリースされたデビュー曲、シンデレラガール、は、ドラマ主題歌としても話題となり、王子様風の交尾や家内装でのパフォーマンスが印象的だった。第2章本音との対峙しかしながら、 平野の心の内は王子様路線に対する葛藤で揺れ動いていた。4月19日に発売された t v ガイドのインタビューでは当時はどこへ行っても王子様と言われて正直恥ずかしかったし危機感を感じてました。本人が一番王子様なんて自覚してないのに大丈夫なのかなって笑い、と平野は語った。 これにより、平野が王子様としてのイメージに抵抗感を覚えていたことが浮き彫りになった。第三章ファンの反応。この発言に対してネット上では様々な反応が寄せられている。一部のジャニーズファンは冒涜だ、失礼だ、と平野の発言を厳しく批判する声が上がった。 彼らは平野の発言がかつてのジャニー北川前社長に対する冒涜であると受け止めている。一方で平野を擁護する声もあり、恥ずかしかった意味だろ、本人の気持ちを尊重すべきだ、王子様路線に対する批判ではない、といった声が上がっている。第4章アイドルとの葛藤。平野のアイドル業への葛藤はこれにとどまらない。 以前から平野は王子様の自覚はない、自分は王子様とは思っていない、という主張を繰り返してきた。また、彼はアイドルとしての自身のキャラクターとグループの王子様路線とのギャップについても言及しており、アイドルとしての役割に苦悩していた様子がうかがえる。第5章新たな方向性への模索。一方で平野は新たな方向性への模索も試みてきた。 ダンサーのメルヴィン・ティーム・ティームとのコラボレーションによるシングル曲、マジック・タッチは王子様路線からの脱却を目指した一環だった。彼はアイドルとしてのイメージを超えたパフォーマンスを目指しており、その意思を明確に示していた。平野仕様の葛藤と新たな未来。平野仕様の脱退により、彼のアイドル業における葛藤が再び注目を浴びることとなった。 王子様路線との相告、自身の本音との対峙、そして新たな方向性への模索。平野のアイドル人生は常に変化と葛藤の連続だった。これからの平野の人生はどのような展開を見せるのか、ファンや関係者の期待が高まるばかりだ。彼の選択が彼自身と共に歩んできたアイドル業への心情をより深く理解させてくれることだろう。